日本関東地方東京都杉並区小木久保小木久保は東京都杉並区の町名。現行行政地名は小木久保1丁目から5丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は167-0051。抗義には小木久保駅周辺及び歴史的に南小木久保、上小木、西小木北、西小木南が範囲に含まれる。杉並区中央部に位置する。 住居表示実施後のおぎくぼは、北側で JR 東日本中央線快速を境に、上尾木と北東部で阿佐ヶ谷南、東側で成田東と南側で五日市街道付近まで伸びて、成田西及び高井戸東と西側で関八通りを境に南尾尾木くぼと、それぞれ接する区域であり、ほぼ中央を全福寺川が流れる。 抗議の反証地名としては、JR 東日本中央線快速、東京メトロ丸の内線の小木久保駅周辺の地域で、交渉町名としての小木久保に加えて、小木久保に由来する名を持つ南小木久保、上小木屋、さらには、中央線早稲田通り間の天沼、本天沼、清水、小木久保警察署等がある桃井、今川の全部、または一部を含む地域を指すことが多い。なお、 西荻木窪は歴史的に荻木窪村の一部であり、荻木窪の名を含むが、今日では荻木窪に含められることはほとんどない。荻木窪という地名の由来は、この地を訪れた旅人が変に自生していた荻を刈り取って、総道を作り、観音像を安置し荻木道と名付けたことと、周辺の地形が窪地であったことによると伝えられる。小木道のあった場所は、現在では、 ジュン小木寺ギ公明院という寺になっている。小木久保は、大正から昭和初期にかけて、東京近郊の別荘地として住宅が増加した。1927年によさの秋子、与サ野アキコ、ヨサ鉄管が南小木久保に京構え、さらに1937年に、公爵で内閣総理大臣のこの絵文丸が、別邸、敵外相を構えたところから、 関西な住宅地として評価が高まり伊布瀬真須寺太宰治宗方志向安倍智次戸川紀骨石井桃子恩智光志郎尾崎喜八長谷川志郎太田黒元佐藤圭次郎遠藤実柴田翔三宅春奈などの作家芸術家音楽家評論家など多くの文化人が指定を構えて移住するようになった伊布瀬真須寺町の 小木く風土記には、戦前から、作家、画家等の知識階層が多く住み、小木くの文化を形成していったことが書かれている。その歴史と文化は、今でも邸宅が並ぶ、住宅街に息づいている。ちなみに、大田黒元の屋敷跡地は、大田黒公園、角川書店創始者たる、角川玄吉の邸宅は、角川庭園、よさの秋子、鉄管の住居跡地は、 よさの公園となり、杉並区の施設として一般公開されている。1980年代半ばの初期のラーメンブームにおいて大きく取り上げられた、おぎくぼラーメンで有名であり、現在でもラーメンの老舗が多くある。2019年11月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 シャレールおぎくぼ、ありがとうございます。